ル第35回イン法政。今回は高校生特集号です。衆院選に出馬する斉藤育真へ高校生の皆さんからの支持を訴えています。この国に革命を、戦争、改憲の安倍と小池を倒そう。私一人の力は小さいかもしれません。しかし私が代弁したいと思っている労働者の力は本当に強いものです。この社会を動かす本当の力です。本当に強い一歩を杉並区から始めましょう。この国の在り方に挑戦していく戦いを共に歩んでいきましょう。自民党安倍政権はこの国を守り抜く、小池百合子はこの国をリセット、そして私はこの国に革命を、これを訴えて勝負します。よろしくお願いします。今こそずっと社会を回してきた労働者民衆の力を思い知らせる時です。誰が日々の社会を作ってきたのか、安倍首相がどんな偉そうにしても、安倍首相を食べている食料も、今この瞬間私たちの上で偉そうにしているあの国会議員たちも、誰の力によって生かされているのか、誰がこの国を作ってきたのか、はっきりさせる勢力をこの国に登場させていきましょう。共に戦っていきましょう。ありがとうございました。から斉藤育真への応援メッセージです。若いことは私たちの強さだ。京都大学の黒川由紀さん。若さとは力であり、その力を最大限に生かせる候補が斉藤育真委員長だ。将来の確証がないこと、それはチャンスだ。世の中に期待なんかしていないこと、それは力だ。余計なしがらみがないからこそ、私たちの世代は世の中を根本的に変えることができる。あらゆる社会変革の中で若者や学生が担う運動は最先端なのだ。もしあなたが将来に不安があるなら、斉藤育真委員長と一緒に全部ぶっ壊して、みんなが幸せに生きられる社会作ろうぜ。何も持っていないこと、若いことは私たちの強さだ。高校生も訴えます。庶民は残酷な椅子取り合戦を強いられ、支配者は上等な椅子に最初から座っている。そんな社会を粉砕する意思を持つ人を私は一人知っています。それが斉藤育真委員長です。斉藤委員長はどんな攻撃にも負けません。青年大衆のために戦い続けます。社会は選挙で簡単に変わるわけではないかもしれません。しかし斉藤委員長に一票を投じることが、腐り切った支配者への反抗を示す力になります。応援ありがとうございます。安倍小池を監獄へ、斉藤育真を国会へ。選挙ボランティアも大募集中です。東京8区杉並区から革命を。皆さんに本日は法政大学の愉快な仲間を紹介したいと思います。さあ、法政大学名物の弾圧職員さん、通称マトリックスと呼んでいます。